同じ皿に入れられたムールフリットチーズで炒めたムールフリット屋外レストランでの食事風景。ムールフリットはムール貝とフライドポテトのセットをメインとする代表的なベルギー料理である。発祥国のベルギーのみにとどまらずフランスを中心にその他の北ヨーロッパ諸国でも高い人気を誇っている。ベルギーの郷土料理としてこの料理が挙げられることが多い。ムールフリットは 世界中で人気があるが、その発祥は、ベルギーと考えられている。1八十一年のフラマン語で書かれた有名な写本には、魚が入手できない冬の時期にフライドポテトに似た食べ物がベルギーの多くの家庭で調理されていたことが示されている。古くからベルギーの多くの家庭の主食になっていたムール貝とセットにして食べるのが人々の間でゆっくりと広まり、 いつの間にか一般的になっていた。ベルギー人は自分たちの国でフライドポテトが生まれたと主張しているが、その起源が不明であるゆえに、いくつかの国でもこれと同様の主張がある。ムール貝は様々な方法で調理することができる。一般的なのが以下の料理である。ベルギーで食されるムール貝は一般的にオランダのゼーラント州近くで養殖されている。 8月末になると、各レストランが競って、ムール貝出荷、と宣伝する。日本ではこのムール貝は、入手困難である。ベルギー料理で用いられる、ジャガイモの品種、ビンチェは、デンプンの顔料が多いので、フライドポテトの原材料に適している。一般的に表面の水分を飛ばして、内側を加熱するために二度揚げがされる。一度、摂氏190度前後の超高温で揚げられる。 ベルギー国内ではマヨネーズをつけて食べるのが一般的である。ムール貝とフライドポケットは校舎がふやけないように通常は別々の器で出されるが、ムール貝の方は大抵は調理時に使用されたのと同じ鍋で出される。鍋は一人前で1から1 5ラムほどあるが、若者も老人もこれを一人で全部食べきってしまう。フランスの栄養士によると、 栄養価やオメガ3脂肪酸を考慮した場合は、フライドポテトは多くても150グラム程度で、ムール貝の最適量は1リットルである。これは500から600カロリーに相当する。ムールフリットは郷土料理と考えられているほどベルギーでは非常に人気が高い。この料理のみしか出されないベルギーのレストランも容易に見つけることができるが、その調理法は様々で15種類以上ある。 また、テイラー・ネルソン・ソフレスが実施した調査によれば、フランスで最も好まれている料理としてもマグレド、カナールの21%を惜しくも下回る2位の20%を獲得している。ベルギーのシンガーソングライター、ストロマイの2013年発売のアルバム、ラシーン・キャーリーには、ムール・フリットと題する歌が収録されている。ありがとうございます。